ばんは、ベルベル人のさらきです。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介させていただきます。で、これから紹介する商品が明日の28日夜の9時掲載となっております。で、最上階金額等のお問い合わせは掲載後にウェブスターの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄をご参照ください。最初の T シャツからですね、チャンピオンティーです。90年代青タグのラージ表記です。で、タイダイティーですね、左胸にチャンピオン。がラバープリントで入ります。で、袖シングルで裾はダブルの構成となってます。はい、でサイズ表記ラージで自分がゆとりを持って大きく着用できます。夏に向けてぜひおすすめです。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きましてもチャンピオンティーですね。70年代バータグのスモール表記です。50-50のボディですね。で、白ベースに紫のリンガーティーとなってます。で、フロントにですね、染み込みで4段入ります。気持ちですね、フロント薄汚れが見受けられます。で、バックは無地となってます。スモール表記ですね、自分だとちょっと小さいサイズ感です。女性だったり細身の男性ぜひおすすめです。こちらで5800円と消費税です。続いてこちらですね、タグがこちらです。ラッセルですね。サイズ表記の方が XL です。で、50-50のボディですね。エンジにラバープリント3段入ります。こちらに関しては程度はかなり良さそうですね。バックも入ります。プリント部分だけちょっと剥がれが見受けられます。はい、サイズ表記 XL で自分がガバッと大きく着れるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ボディの方がリーです。で、サイズ表記がダブル XL となっております。で、黒ボディですね、大きくグラフィック入ります。雰囲気おさげな一点ですね。92年のコピーライトも確認取れます。さあ、ボディの状態はかなりいいですね。バックにもグラフィック入ります。ダブル XL 表記で自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が6800円と消費税です。続いてこちらですね、フルーツボディです。サイズ表記がダブル XL ですね。で、黒ボディですね、ゴキブリですね、 G が入ります。はい、一箇所ちょっと細かいですね、ブリーチ飛びが見受けられます。で、バックですね、ビッグヒット、はい、めちゃめちゃなんかいい感じなやつじゃないでしょうか。はい、ダブル XL で自分がガバッと大きく切れます。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらはディズニーティーですね。タグの方こちらでラージ表記です。で、白ボディにですね、ミッキーのグラフィックが入ります。はい、で、バックはこういった感じですね。着用感程度ですかね。ラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、フルボディの方が M&O ですね。サイズ表記が XL です。で、アメリカンギャングスターですね。こちらコピーライト司会2007年の確認も取れます。現在浅い分もあってボディの状態はかなりいいです。 XL 表記で自分がガバッと大きく着れるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてアニメティですね。ボディの方がタルテックスです。サイズ表記がミディアムですね。ドラゴンボールの T シャツです。で、バックですね、悟空が大きく入ります。で、ミディアム表記ではありますが、自分が気持ちゆとりを持って着用できるぐらいのサイズ感はあります。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてスペシャルですね、ナチュラルボーンキラーズです。タグの方はこちらで XL 表記です。はい、もう人気のグラフィックじゃないでしょうか。しっかり94年のコピーライトも確認取れます。めちゃめちゃかっこいいですね。で、バックですね、はい、状態も問題なさそうです。 XL 表記で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が15万8000円と消費税です。続きましてもスペシャルですね、タグの方がこちらです。サイズ表記がちょっと欠損している状態です。で、アートライブコールドクエストですね。はい、弾数少ない、かなりいい感じな一点なんじゃないでしょうか。スペシャルだと思います。バックもですね、しっかり大きくグラフィック入ります。で、状態に関してもですね、着用感程度で目立ったダメージだったり汚れとは見受けられないです。一瞬でサイズ XL アップはあります。自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が17万8000円と消費税です。続きましてシャツ類ですね。最初にオールドギャップです。
こちらサイズ表記の方が XL ですね。 100% コットンのボディです。で色味がカーキですね、はい、ちょっとガシッとしたようなコットンの質感です。で気持ち全体的に着用感出てますが、逆にいい雰囲気出てると思います。 XL 表記で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてリーバイスですね。タグの方がこちらです。サイズ表記がミディアムですね。この辺ポリコンが多いですが、しっかり 100% コットンのボディです。でしっかり白タブも確認取れます、はい、かなりこういう可愛らしいステッチが入ってたりと、めちゃめちゃなんか70年代を感じるようないい感じの一点です、はい、でミディアム表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらのリーバイスのシャツでお値段が7800円と消費税です。はい、続きましてパタゴニアですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記の方がラージとなってます。でバットダイのシャンブレーチックな色味となってます、はい、でボタンがですね、このパタゴニアのメタルボタンとかが使われていて、襟もダブルの縫製ですね。でこちらですね、裾付近にパタゴニアのピスもつきます。状態はかなりいいです。でサイズ表記ラージで自分が合わせてゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きましてセーターですね。最初にオールドギャップです。でサイズ表記の方が XL ですね。 100% コットンのコットンニットです。で青と白の配色ですね。しっかりポケットもつくような仕様となってます。まあ、着用感程度ですかね。小穴等は見受けられないです。 XL 表記で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてもオールドギャップですね。タグの方こちらで、サイズ表記の方がラージです。こちらも 100% コットンのコットンニットです。でグリーンベースに白のノルディック調の柄が入ります。こちらに関しましては程度かなりいい状態で残ってます。ラージ表記で自分がガバッと大きく着用できるサイズ感です。こちらでお値段が6800円と消費税です。はい、続きましてスペシャルですね。ショールの、はい、ショールのセーターとなってます。でこちら珍しいのが三つポケの仕様ですね。めちゃめちゃいいです。バーガンディーと黒の配色です。でボタンもですね、すべてオリジナルで完品で残っている状態です。はい、でこの襟の部分もですね、黒の切り返しですね。めちゃめちゃ渋いです。小穴等もですね、一切見受けられないグッドコンディションです。でサイズ感なんですけど、実寸で38から40ぐらいですかね。自分が気持ちジャスト目で着れるようないいサイズ感となってます。こちらでお値段が6万9800円と消費税です。続いてスウェット類ですね。最初にこちらです。ボディの方がディスカスですね。でサイズ表記がラージとなっております。色味がですね、ブルーに近いネイビーのような色味となってます。で、裾付近にですね、ディスカスのピスもつきます。全体的にですね、ちょっと毛羽立ちは見られるような着用感は見受けられますが、目立ったダメージ覚えとは見受けられないです。でラージ表記で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。ボディの方がジャージーズですね。サイズ表記の方がラージとなってます。こちらに関しましてはですね、フラッシャーの残るデッドストックの状態となっております。で保管時の状態でですね、こういった感じでですね、細かい汚れは見受けられます。ですが一回ブリーチかけていただけたら綺麗に落ちると思います。縮みの入ってないラージ表記ですね。自分がガバッと大きく切れます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてボディはヘインズのものですね。サイズ表記の方がダブル XL となってます。でこちらもですね、デッドストックの状態となってます。こちらに関しましてはですね、袖付近にですね、ちょっとこういった感じで汚れは見受けられます。こちらも一回ブリッジしていただければ綺麗に落ちると思います。で縮んでないダブル XL 表記ですね。ガバッとかなり大きく着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてラッセルですね。タグの方がこちらです。90年代刺繍タグのこちらは XL トールとなっております。でチャコールグレーの色味ですね。こちらに関しては程度はかなり良さそうです。 XL トールの表記なので着丈はかなり長い作りとなっています。
こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね、80年代のディスカスのタグです。サイズ表記の方が XL となっております。でボディの方ですね、こちらは50、50ではありますが、触った感じちょっと便性に近いようなガシッとした質感となってます。で状態に関しても問題なさそうですね。しっかりこの、はい、ロックで縫われているのめちゃめちゃいいと思います。でサイズ表記 XL で自分がガバッと大きく切れます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ボディの方がヘインズです。サイズ表記がエクストララージとなっております。でブラックボディのラグランのスウェットですね。こちらに関しては程度めちゃめちゃいいです。 XL 表記ですね、自分がガバッと大きく着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらは LL ビーンとラッセルのダブルネームですね。でこちらは 95% コットンの 5% ポリです。でサイズの方がですねラージのトールとなっております。でこちらですねボタンがつくようなちょっと変わった形の仕様ですね、はい、肉厚なボディです。で着用感程度ですかね、ダメージ汚れとは見受けられないです。ラージのトール表記ですね、自分がかなり大きく着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちら珍しいですね、 LL ビーンとラッセルのダブルネームで、サイズ表記の方がミディアムとなっております。でこちらはですね紫ボディですね、フルジップの、はい、仕様ですね。でポケ付きです。ジャケットスウェットジャケットといった感じですね。でダブルネームの中でもこの形なかなか見かけないと思います。でサイズ表記ミディアムで自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が12800円と消費税です。続いてこちらですね、チャンピオンボディです。80年代トリコタグのダブル XL 表記となってます。でこちらグレーボディですねにラバープリントが2段入ります。こちらに関してましても状態は問題なさそうです。ダブル XL 表記で自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてパーカーですね、タグの方がこちらチャンピオンのタグで、サイズ表記が XL となっております。で白ボディですね、左胸に染み込みでハーバード入ります。白ボディですが状態はかなりいい方ですね。ほんと1箇所こちらの汚れ程度です。それ以外は問題なさそうです。でバックは無地ですね。 XL 表記で自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもパーカーですね、タグの方が、はい、こちらジャージーズとなってます。でサイズ表記が XL ですね。でこちらブラックボディです。でラバープリントが2段入ります、はい、ちょっと発泡っぽいプリントですね。でバックはこういった感じですね、程度は問題なさそうです。 XL 表記で自分がガバッと着てます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてリバースリーブですね、90年代刺繍タグのラージ表記です。でボディの色味がパープルですね。でこちら胸元に C マーク入ります。こちらも着用感程度のコンディションです。でラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が15800円と消費税です。続きましてもリバースリーブですね、90年代刺繍タグのラージ表記です。こちら白ボディですね、胸元に C マーク入ります。こちらに関しては程度かなり良さそうですね。白ボディですが汚れとは見受けられないです。ラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が15800円と消費税です。続きましてこちら90年代刺繍タグのミディアム表記ですね。グレーボディにラバープリント2段入ります。イエローにブルーの縁取りですね。ちょっとひび割れてる雰囲気いい感じです。ただボディに関しましては状態はかなりいいと思います。ミディアム表記で自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が15800円と消費税です。続きましてもリバースウィークですね、こちら、90年代刺繍タグのダブル XL 表記ですね。グレーボディにですねフロントにですねラバープリント1段で大きく入ります。でもネックの部分ですね、気持ちちょっとダメージが来ているような状態です。ただそれ以外はですね、状態問題なさそうです。
サイズ表記 XXL ですね。自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きまして、チームも1点ですね。90年代刺繍タグのラージ表記です。で、グリーンボディですね。こちらのチームのプリントとなっております。94年のコピーライトも確認取れます。ボディの状態もかなりいいですね。で、ラージ表記で自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましても90年代刺繍タグの XL 表記ですね。こちらめちゃめちゃナスコンですね。色の違い、こう見ると分かると思うんですけど、フェードかなり仕上がっていると思います。で、ラバープリント2段入りますね。めちゃめちゃ雰囲気いいなと思います、はい。で、サイズ表記、XL 表記ですね。自分が合わせてガバッと大きく切れます。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。はい、続いてこちら80年代トリコタグの XXL 表記です。でグレーボディにボストンカレッジ2段入ります。こちらに関しましては程度めちゃめちゃいいですね。まだふかふかしています。でサイズ表記で XXL ですね。自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましてベスト1点ご紹介させていただきます。こちら DC ですね。サイズ表記の方がミディアムとなっております。でデニムのボアベストですね。色味も濃く残っている状態です。程度に関しては問題なさそうです。ミディアム表記でですね、自分がジャスト目に着れるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 6,800円と消費税です。続きましてノースフェイスのフリースですね。タグの方こちらでサイズ表記がラージとなってます。で黒ベースですね。こちら全体的にちょっとフリースの使用感は見受けられるようなコンディションとなってます。でバックはこういった感じですね。ラージ表記で自分がガバッとゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 7,800円と消費税です。続きましてラルフローレンですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記の方がミディアムとなっております。でこちら 100% コットンのボディですね。ちょっとコットンニットに近いような質感ですね。ブルーとブラックの配色です。で左目にですね、黒のスモールポニーも入ってポケ付きの仕様です。で気持ち程度の着用感程度ですかね、はい。でこちらですね、サイズ表記ミディアムで自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 7,800円と消費税です。続きましてもラルフローレンですね。年代一発浅めのコンタグです。サイズ表記が XXL ですね。でこちらフリース時ですね、オレンジのスモールポニー入ります。でポケットが3つ付く仕様ですね。こちらに関しましてはフリースの程度めちゃめちゃいいです。でサイズ表記 XXL ですね。自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が 7,800円と消費税です。続きましてラルフローレンですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記の方がラージとなっております。でこちら黒とブルーのツートンの、はい、ダウンとなってます。で全体的にですね、この、はい、フェードっていうんですかね、色あせな感じの雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。まだダウンもしっかりパンパンに詰まってます。ラージ表記で自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が 17,800円と消費税です。続きましてもラルフローレンですね。サイズ表記の方がミディアムとなっております。でこちら M51 ですかね、を模倣したような形でこちらダウンとなってます、はい、ラルフらしいですね。かなり効きたい点だと思います。でバックはこういった感じですね。状態かなりいいです。でサイズ表記ミディアムで自分がゆとりを持って大きく着用できます。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてカーハートのチョアコートですね、はい。でしっかりこちら USA 製の1点でサイズ表記の方が50ですかね。かなりのビッグサイズとなっております。でこのダックのですね、特有の、はい、経年劣化めちゃめちゃ雰囲気出てると思います。でバックはこういった感じですね。でサイズ表記が50ですね。自分がガバッと大きく着用できます。大きいサイズお探しの方にはおすすめです。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続き
まして、こちらトラディショナルですね。で、タグの方がこちらで、でサイズ表記、こちらは42のトールとなっております。で、しっかりですね、フードもですね、取れている個体多いですが、残っている状態となっています。こちらもですね、いい感じに当たり出てると思います。雰囲気出てますね。42の通りですね、こちらも自分がガバッと大きく着用できます。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きまして、ラングラーですね。タグの方がこちらで、サイズ表記が42となってます。しっかりピスも残っている状態ですね。はい、でしっかり3つポケ、4つポケではなくですね、サードタイプの、はい、2ポケの仕様となってます。ラングラーらしいですね、綺麗な縦落ちも出ています。襟元の状態もですね、問題まだなさそうです。実寸の方でサイズ40です。自分がですね、T シャツの上からで着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてリーバイスの70505ですね。サイズ表記の方はちょっと、見受けられない状態となってます。で、赤タブスモール E のインディゴ個体です。こちらも全体的にいい感じに綺麗な縦落ち入ってますね。で、こちら襟元はですね、叩かれているような状態です、まあ、なのでガシガシ着ても問題ないかなと思います。で、こちら実寸の方でですね、40ぐらいですかね、自分が T シャツの上からで着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましても70505ですね。これはパッチ綺麗に残っている状態です。ただサイズ表記の部分だけ欠損している状態となっています。で、こちらはビッグ E ですね。色味まだまだ濃いです。9割アップはありそうですね。で、襟元もですね、気持ちですね、使用感を見受けられますが、まだダメージは来てないです。で、背中にですね、ちょっと細かくですね、ポツポツと小穴は見受けられるような状態となっています。で、こちら実寸の方で38ですので、自分がですね、ビタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。続きましてです、ガウンを1点ご紹介させていただきます。タグの方がこちらとなっております。サイズ表記の方がラージですね。で、こちらは青白黒のシャドウチェックです、はい、これシャツだったらやばいやつですね、はい、で、縮み等もですね、特に見受けられなくて、程度はかなりいいと思います。ラージ表記で自分が合わせてゆったりと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きまして、レッドストックのパンツを1点ご紹介させていただきます。ザ・リーバイスとなっております。で、サイズ表記の方がニックニッパチですね。で、こちら 50% レイヨンで 50% コットンの配合となってます。タグの方がですね、こちらリーバイススポーツウェアと入っております。めちゃめちゃおしゃれなタグですね。で、ベルトループはつかないマックインパンツのようなシルエットとなってます。で、こちらジッパーフライとなっておりまして、こちらのボータロンが採用されております。で、ブラックですね、めちゃめちゃいいです。ちょっとピケっぽいですね、素材となってます。で、こちら実寸の方でも表記と変わらず日給に一発となっております。これジャストで履けるって方にはですね、めちゃめちゃいいと思います。こちらのデッドストックのマックインパンツでお値段が 59,800 円と消費税です。続きまして、リバースリーブのパンツですね。こちら80年代トリコタグのミディアム表記です。しっかり紐も残っている状態ですね。で、グレーボディですね。こちらラバープリント3段入ります。めちゃめちゃいいプリントですね。で、こちら C マークも入ります。ちょっと珍しいポイントかなと思います。で、全体的にですね、ちょっと薄汚れは見受けられるような状態となっています。で、サイズ表記ミディアムで自分が合わせてゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続いてカーハートのペインターパンツですね。サイズ表記の方が3630となっております。で、色味がカーキですね。こちらもうっすらと赤入れていて、いい雰囲気出てると思います、はい、で、こちら実寸の方でですね、3630ですね。ベスト大きめです。絞って履きたい方はぜひおすすめです。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてもカーハートのペインターパンツですね。で、サイズ表記の方ですね、こちらは3430となってます。
色味がブラックですね。こちらに関しては雰囲気結構完成されてますね。めちゃめちゃいい感じに当たり出てます。でバックもですねこういった感じです。で実寸の方でですね3528となっています。ウエストを決めるング数字感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてカラージーンズですね。リーバイスの501です。パッチ表記の方が3132のしっかり USA 製ですね。でこちらは後染めのグリーンの色味となってます。でこちらしっかりですね、はい、こちらのテープが残るデッドストックの状態です、はい、ちょっと実寸の方で表記と変わらず3132ですね。サイズの合う方はぜひおすすめです。こちらでお値段が15,800円と消費です。続いてリーバイスの501ですね。パッチ表記3431です。めちゃめちゃいいですね。赤タブもしっかり残ってます。で全体的に色味綺麗に落ちてますね。さらっと履くにはちょうどいい色味だと思います。実寸の方で3229ですね。めちゃめちゃいいサイズ感です。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続いてリーバイスの505ですね。はい、でパッチ表記の方ですね、3430です。こちらもめちゃめちゃいいですね。で赤タブじゃないです、オレンジのタブもしっかり残ってます。こちらも全体的にですねうっすらと色落ちしていて、さらっと履くにはちょうどいい色味です。で実寸の方で3429ですね。505でオリジナルレングスで29なかなか見つからないと思います。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続きましてですね、リーバイスの501ですね。でこちらパッチ表記の方が3531です。で赤タブレジスターですね。で黒缶ではありますが、内股はシングルではない一点です。はい、ただもその501の中では初期に当たる一点ですね。でこういった感じでですね、ペンキ飛びだったりは見受けられて、逆に雰囲気としてめちゃめちゃかっこよく仕上がってるかなと思います。実寸の方でですね、3328です。こちらもサイズバランスめちゃめちゃいいです。こちらでお値段が15,800円と消費税です。今日結構お買い求めしやすいヴィンテージが揃ってます。最初にリーバイスの501ですね。でこちらパッチ表記の方が3433となってます。めちゃめちゃいい表記です。で赤タブスモールイでポケット裏がチェーンですね。501のレッドラインとなっております。すいません、ボタンウェア6番なので66の後期ですね。こちら色味の方ですね、いい感じに薄だとヒゲも出ていて、綺麗に濃淡も出ていて、サイドのですね耳のあたりも綺麗に出ています。しっかりオリジナルのレングス、オリジナルのチェーンステッチのレングスとなってます。でこちら実寸の方で3230ですね。サイズ感めちゃめちゃいいです。こちらでお値段が59,800円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。パッチ表記の方がちょっと薄れて読み取れなくなってしまっております。で赤タブスモール E ですね。でポケット裏がシングルステッチです。501の66前期です。ボタン裏が6番です。こちらもですね、雰囲気めちゃめちゃいい感じですね。まだ色は濃く残っているところが残ってて、まあ、ちょっと炭鉱チックなですね、こういった黄ばんだ色味が好きって方も多いと思います。で、バックはこういった感じです。で、こちら実寸の方がですね、3629です。こちらも需要高そうなサイズ感ですね。こちらでお値段が98,000円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。パッチ表記の方が4032です。で赤タブスモールイでポケット裏がシングルです。501の66前期ですね。ちょっと 1.5 ちゃんにですねステッチのほつれが見受けられます。簡易的なリペアで直せる程度かなと思います。でこちらもボタン裏の方は6番となっております。こちらもですね全体的にいい感じに色味落ちてますね。まだまだ楽しめるんじゃないかなと思います。こちらも実寸の方で3729ですね。こちらも需要高いサイズ感だと思います。こちらでお値段が98,000円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。こちらパッチの方がこちらです。表記の方がちょっと読み取れなくなっております。赤タブちょっとパヤパヤしちゃってますが、ビッグイの確認取れます。リーバイスの501ビッグイです。ビッグイらしい綺麗な色味に仕上がっております。でこのピースマークの落書きだったりとかもめちゃめちゃいい味出てますね。はい、
で、レングスの方ですね、ちょっとほどけちゃってるような箇所はあります。ですが、オリジナルのチェーンステッチとなっております。読みかなり綺麗だと思います。で、こちら実寸の方で3331ですね。サイズ感もめちゃめちゃいいです。こちらのビッグイでお値段が15万8000円と消費税です。続きましてもリーバイスの501ですね。でこちらパッチの表記の方はちょっと読み取れなくなってしまっております。こちらもビッグイです。501のビッグイです、はい。こちらに関してもですね、色味いい感じですね。ちょっと裾付近ですね、この辺にポツポツとダメージは見受けられます。はい、ですだとヒゲも出てて、サイドのあたりも綺麗に出ております。こちら実寸の方がですね、3527となっております。レングス自体はですね、オリジナルなのでおそらく30表記かニック表記だったと思います。ここまで短いオリジナルレングスそうそう出てこないと思います。こちらでお値段が15万8000円と消費税です。続きましてもリーバイスの501ですね。でパッチの方は綺麗に取れております。でこちらですね、はい、ビッグイとなっております。そしてですね、ウエストの方がシングルステッチですね。501のビッグイの中でも初期に当たる一点となってます。で、ボタン裏の方が6番でしっかり V ステッチの確認も取れます。めちゃめちゃいいですね。はい。で、こちらもですね、色味かなり綺麗に落ちてるんじゃないかなと思います。濃淡も綺麗に出ていて、サイドのあたりも綺麗に出ております。で、しっかりですね、レングスはオリジナルのチェーンステッチとなってます。で、バックですね。はい。やっぱイエローだとすごいビッグイでも雰囲気よく見えると思います。かなりいいです。で、ダメージっていうダメージもですね、そこまで見受けられないです。ほんとポケットの入り口程度ですかね。で、こちら実寸の方で3528となってます。サイズ感めちゃめちゃいいです。こちらでお値段が19万8000円と消費税です。で本日の商品紹介は以上となります。ベルベル人ではですね、スタッフの募集を行っております。で詳しくはインスタグラムのダイレクトメッセージまたはお電話にてお問い合わせください。よろしくお願いいたします。